阪神ドラ1森下ランチ特打で135m弾柵越え丸本。エゴシなんていらんかたんや。伸びしろもありそうだし楽しみ。マートンっぽいよな。朝の外してよかったやん。和製柳田みたいな打ち方よな。表担当ちゃうわ。これめちゃくちゃ時間かかるんちゃう。所詮右の外出る程度やろ。最高やん。高卒でもドラフト上位って言われてた逸材やしな。まあ素材はガチよ。思ってたよりパワーすごいな。これも鈴木誠也だろ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。